T7500 で露出補正の設定の方法を説明したいと思います。明るさをね、調節する設定の方法っていうのはいろいろあるんですけども、なかなかね、初めて持った方とかには理解するのが難しい部分もあるかと思いますので、簡単にね、明るさをね、調節できる方法があるので、そちらの方を説明したいと思います。そちらの方は露出補正と言いまして、もう設定の方法はすごく簡単なんですけども、ここにプラスマイナスっていうのがあります。これが露出補正のマークになります。そのプラスマイナスっていうのは明るくするのか、それとももう少し暗くするのかっていう意味のプラスマイナスになっております。こういった露出補正っていう画面が出ます。で、今プラスマイナス0になっております。普通に撮ると今こんな感じの標準なので適切な明るさなんですけども、もうちょっとね明るくしたいっていう場合は、先ほどのプラスマイナスのボタンを押しながらここの右の親指にこのダイヤルがありますね。ここを回してください。そうすると今露出補正がプラスになっていくのがお分かりいただけるかと思います。で、こうやってずっと回し続けると5まで上げることができます。反対に左側にこうやって回すとマイナス5まで下げることができます。例えばマイナス5にして撮影するとさっきよりもかなり暗くなりました。逆に、もっと明るくする場合はこうやって右に回して5で撮影すると、はい、このように明るくなります。で、これはもうマックスの数字なので、こんなに明るくなってしまいますが、例えば 0.7 とか、ちょっと明るくなります。このようにして露出補正を簡単に、することができますので、ぜひ活用していただければなっていうふうに思います。今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。